こんにちは。どうも、ド道場の山本誠司です。さて、連日テレビで報道されているように、自粛ムードということになってますので、まあもう家の中でもね、遊び物がもうないです、ね、しかももう家族でずっと家の中にいるという、そこでこの間もちょっとエンディングでやりましたけれども、まず何をするかというと、お絵かき対決です。お絵かき対決なんですけれども、やっぱりスポーツって言ったらイメージが大事です。そのイメージというものがもうどれだけいい加減なものか、それをいい加減さ度合いを、ちょっとどちらがいい加減かやってみたいと思いました。前置きが長いですねやりましょう。これなんなん、なんか分からんけど、では、うん、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はお題は何ですか。スヌーピー。スヌーピーか、自信ありでございます。ありますか、わかりました。じゃあ青と赤じゃあ行きます。見たらダメですよ。いや見たらあかんで、こっちのせいで見たらあかんで。うん、よーいスタート。消しゴム、消しゴム、はい、消しゴムは、スヌーピーな。はい、いきます。せーのこれはひどい。いや、これはひどい。スヌープってさ、なんかあの犬小屋かなんかの上に、え、うまくないこれ。これうまいな。おちょ、惜しくない、鼻ってあったっけ。ちょっと待って、これ惜しくない、これさこれがこっちに行ってただけで、え、なんだこれ。何がこれが、うわ、もっとつかまへんね、これね。ああ、そう見たら分かったの。でもこれ全部パーツ惜しくない。まあ僕は多分目をこれにしたのが間違いだと思う。そうやんな。いや、なんかあったと思って。あ、分かる分かる、なんかスヌーピーの中にあったと思って。これや、そうこれやね、これや。まあまあ、じゃあこれちょっとあの、はい、トッピー、これどっちが勝ちですか。ちょっとね、正解見てみますね。はい、正解見てみましょう正解、なんか正解が分からなくなるぐらいの出来栄えというか、惜しかったと思うねんけどな。まあでもこんな感じやったわこっちが、これだと思うんですけどね。あれ、ほらちょっとこれ見せられへんけど、俺惜しくない俺惜しいよ、俺惜しいよ、惜しい。あ、わかったわかった、このセンサーあかんねんや。そうや、横に正しいのを書いてください。あ、わかりました。頑張り頑張り。これ見せられないんで。鏡文字合ってるこれ。すごい。あ、こっちから書かなくなった。もう黄色い鳥はいらん。何してもやな。そうやな。
惜しいやん。まあ惜しいよ。構図は良かったと思う。構図良かったね、はい、ほら見て、ほら、あ、正しいやろ。正しいね。てか花って、じゃあどっち勝ち。いや、こっちで、こっち。一生いっぱい。じゃあな、もうそこの上にスヌーピーって書いとかないとわからないレベル。わかるわ私のは。アンパンマン行きたいね、一回。ちょっと自信あるやつ。いや、アンパンマンも、例えばアンパンマンも二人とも普通に、ああもうアンパンマンやないと思わない。じゃあミッキー、ミッキーとか。ちょっと有利じゃん、それ。なんで？そんなんばっかり。なんでやねん。ミッキーバカボンに来い。え、じゃあミッキー分かる。バカボンなんか分からへんわ。あ、じゃあレレレ、これレレ。よし、レレレ行こうか。よっしゃ、よっしゃ。じゃあ皆さん行きます。はい、じゃあレレレのおじさんで勝負。顔な、顔やで。俺勝ちやな。いや、これ私勝ちやって。まだ見たかんね。まあまあまあ、こんなんでいいわ。せーの。お二人ともございます。え、何？そんなに多くはありません。え、多くはありません、ね、髪の毛の話。3本ぐらい。いいえ、髪の毛ではありません。え、歯。日本や。え、そうだ。じゃあ、その歯を書き直してみてください、はい、あ、わかった。あ、これ言うてことや、今お前日本あかんで、俺先に日本取ったから。なんでそんな。あがた、いいよ。じゃあ。え、これどう、どっち。違う。じゃあお二人で正解の方をご覧ください。はい、あ、何本これ。3本や。え、待って。いや、パパが近いな、これ近いやろ。でも私だって目は私やろ、これ。だってさ、口ないもん。あ、分かった、このこれがないや、このか3本が、ここの。お前、ちょっと待って、ちょっと待って、これがないだけで全然違う。髪の毛の本数は何やってるな。さあ、どっちが勝ち。ちょ、点数でいこう、合ってる点数で。え、髪の毛は。じゃあ、ね、私今これくらい、ちょっと。え、じゃあ、お前も、だって俺、歯上に本やろ、日本やろ、お前歯上に。え、でも下あるよ、私。あ、
待って耳こうやで、これあ、確かに、ね、でも髪の毛の本数は私やろ。なんかこれもう見てもらおう、もうこれも見てもらおうっていうか、もうあれで、あ、でもほうきの向きはこっちが勝ってるわ。そうや、ほうき上よ。しかもこれも松明みたいな。ちょっとこれ、いや、もうこれも、いや、これはもうドローちゃうか、正直ドローじゃないで。必死。え、絶対これには絶対負けてないよ。いや、これどっこいどっこいやって。じゃあコメントで、ね、コメントで決めてください。コメントでよろしくお願いします。それではこんな感じでした。本日の山本、道場ゴルフ TV は、ゴルフはイメージが大事だ。そのイメージを欠落しているということでした。はい、はい、バイバイ。いや、画面通してみたらひどいな、これ。私の絵ひどすぎる。そうやろ、もう勝ちやろ。いや、自分見てみんや。いや、絶対ねめえねえねこれ。いや、でも特徴されてるよ、ね、これ多分バケモンやと思う。いや、この年でしたら水木しげる先生やったら絶対こういう妖怪描くと思うわ。いや、こっちもまあまあやから。いや、こっちねめえねえのおじさん。いや、違う、本数合ってるもん、髪だけど。山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきましてありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram もやってますので、登録の方よろしくお願いします。